やっぱこっち見てるね。こんな感じに隠れて動かないとダメだな。朝方教わったのは地元の人にさ、もうね、これいつかいたんだって。これ何ですかって言ったらケリだった、ね、これ見ましたよって言うんだよ。経過はしてたんだけど、ただカメラマンが怪しい動きしてるじゃん。変なのが、怪しい動き、変なおじさんが、もう下ぶってんのが、うん、絶対怪しいと思うんだよ。一人で歩ってたら絶対警察出ましちゃうもん。変なおじさんが歩ってるって。